どうも、トカゲのおっさんです。今日はですね、ちょっと新しいイベントの紹介をしたいと思います。はい、おかげさまで輪投げの方がね、終わったんで、ちょっとね、新たなものを考えたんで紹介します。はい、それが、はい、こちらでございます。釣りゲームをしたいと思います。でね、いろいろ商品とかね準備したんで、それもちょっと紹介します。はい、釣りイベントのご紹介をしたいと思います。道具はですね、まずこれですね、あのスーパーボールすくいとかトカゲすくいで使ってたタライですね。タライを使います。そして釣る道具はこれですね。これです。これはあの先っちょにこの磁石がついてるんですよ。でこれがひっつく、結構あの強いんですよね。この磁石すごいちっちゃい磁石なんですけど、すごい強いんですよね。はい、そういうのがあります。それとこのリングをこの紙袋につけて、で釣ってもらうって感じですね。これねこれ面白いでしょ。これはですね、実は子供たちが描いてくれた絵でございます。はい、ありがとうございます。ちょっとね、子供たちがこのお店を気に入ってくれてるみたいでね、なんかね、いつも手伝うことないですかとかね聞いてくれるんで、今回はあのね絵を描いてもらいました。やっぱみんな絵描くの好きですね。はい、もう私もみたいな感じでね、みんな上手な絵を描いてくれました。その絵もね、ちょっと今日一個一個ね紹介できたらなと思ってます。で1個目がこれですね。これはおそらくクリボーだと思います。はい、こうやって折り目つけてね、ここにあのリングをつけるんで、ここら辺に書いてもらいました。クリボーですね。でこれですね、これはあの僕がサメの絵を描いてみました。ではね、別に面白くないです、これもう綿飴って自分から描いてますもんね綿飴みたいですね。今ですね、うちの店でちょっと考案中のものがありまして、これですね、綿パチでございます。綿菓子売ってるんですけど、カップのやつ、これですね、綿菓子。これがですね、美味しいんですよ、めちゃめちゃ。あのね、ヤオキンさんが販売してるやつなんですけど、これ綿菓子がカップに入ってて、ですごいね、あのなんかスプーンですくって食べるぐらいな柔らかいあの綿なんですよね。すごい美味しいです、これ大人気ですね今。それにこのパチパチのグレープを入れて食べるっていうのがあの綿パチでございます。でね、今うちの店でね、それを流行らそうとしているんで、その関係でね、この綿飴を多分描いてくれたんだと思います。んで次これですねすごいですね、色もちゃんとねつけてくれて可愛いです。ピカチュウですよね、ピカチュウです。ありがとうございます。はい、次これは多分スプラトゥーンですかね、のイカと、イカなんですかね。僕スプラトゥーンちょっと詳しくないんで分かんないですけど、多分それのキャラクターをね描いてくれたんだと思います。ありがとうございます。で次これなんだ、これなんかちょっとわからないキャラクターを描いてくれました。上はクラゲですかね多分。はい、ありがとうございます。次がこれですね、これは多分クラゲかな、可愛いですねこれひよこ可愛いですねこれ。はい、次がですね、こちらです。
これも多分スプラトゥーンですよね。これなんやろ、スプラトゥーンの女の子かな。スプラトゥーン人気みたいですね、やっぱ小学生に。はい、小学生の女の子かなが書いてくれたやつですね。はい、それでいろいろね書いてくれたやつをすでにねここに今準備してます。はい、このねこっち側の絵も可愛いんで紹介したいと思います。これですね横向きですね、これ横向きに書いてくれてます。何なんですかねこれ、なんか自分で書きながら笑ってましたね、これ、これ書いた子自分でもちょっと途中で分からなくなったんじゃないでしょうか。熊のようななんかねキャラクターですけど、はい、これですね。はい、続きましてこちらですこれはですね僕が描いたやつですね。ね、釣り明け海わかめわかめちゃんになったやつですね。これわかめちゃんです。で、これも僕が描いたやつかな。タイですね。タイ描きました。でこれですね、トカゲのおっさん描いてくれました。誰が描いたかなこれね。えありがとうございます。あの三兄弟かな、女の子ですね多分。はい、ありがとうございます。ちょっとネタバレで中身が見えてますけど、はい、次はこれですね。これです、お化けとかぼちゃを描いてくれました。もうすぐねハロウィンなんでね、それで描いてくれたんだと思います。ありがとうございました。みんな上手ですよね、ほんとやっぱ日頃から絵描いてるんですかね、いっぱい。ありがとうございます、ほんと。次これですね。これもねこれも三兄弟の女の子が描いてくれたやつかな。トカゲですね。なんかすごいまっすぐなトカゲですけどね、ベロ出してちゃんとねベロのところは赤で描いたんですね、すごい。で続きましてこれですね、宝箱ですね。海の中の宝箱ですね。で続きましてこれかな、これですね、魚を描いてくれました。一応ね釣りなんでね、魚を描いてって言ったんで魚を多分描いてくれたんだと思います。ありがとうございます。でこれいこうかな、これですねドラえもんですね、上手ですね。ドラえもんを描いてくれました。はい、続きましてこれですね。あ、うまなんかちょっと誰が描いたか覚えてないですけど、うまいですねこれ、すごい。カレーかな、はい、描いてくれました。はい、続きましてこれですねなんか面白い顔してますね、しかもちょっとちっちゃいこれ光ってる感じを表現したんですかね、すごいですね。普通のじゃなくてちゃんと光らせるっていうところが素晴らしいです。続きまして、あ、これは僕が描いたタコですね、タコです。で続きましてこれですね、これ誰が描いたかちょっと分かんないですけど、フグですかね、フグがあります。でこれは僕が描いたやつですね、パックンフラワー。で次がこれ、イカですね、はい、イカです。あと5個ぐらい足りないんで後でねちょっと描こうと思います。ちょっと全部並べてみよう。はい、全部並べたらこんな感じです。はい、あと当たりをねちょっと作りたくて、
で中の商品でね1個とか2個とかねすごいいっぱい入れた商品作ってもよかったんですけど、それよりねやっぱ当たりを入れた方がいいと思ったんで3個もう1回できますっていうのを3枚ねどっかに入れようと思います。じゃあねちょっと全部ね袋に詰めて完成させたいと思います。はい、ですねこれが魚釣りゲームができた後でございます。どうですかこの絵は。すごいすごいだけなんかね、どれもどの絵が一番好きですか。クリボー。あ、クリボーね。でしょうね。あ、うるさいじゃん。これはこれはどう。わかぶじゃねえや。うまい。うまい。うまい、ね、スプラ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 の絵があるやん。スプラが、あ、じゃあ絵描いてもらおうかな。何の絵描く。適当でいいやろ。うん、いいよ。あぶねえ。こじりもいいか。おじいたくそよ。この中一番。星。うん。取れるの。うん。俺はねこっちをね。これな。それだけ。だけ人じゃない。じゃ俺もねぎぎひたくそだから、はい。ありがとうございます。じゃあ帰ってくれる、はい、何回。次次。なるよ先に。あれね。ラスクラッチ。あ、取らんかったね。あ、どんまい。どんまいです。これをね、今描いてくるから。トカゲのさ、こんな子なんか入ってるの。それは秘密。はい、いかがでしたでしょうか。釣りゲームですけど、一応当たり付きで150円でねやろうと思います。はい、すごいですよね、このこんな状態で釣れるんですよね。こんなちっちゃいのにこれ本当強力なんですよね。結構重たいですよこれ。はい、こんな感じですけど、はい、あんまりね安すぎるとねすぐなくなっちゃうんで、ちょっとねこのぐらいの金額で中のものをねちょっと充実させてやっております。でですね、ちょっとここで初告知をしたいと思います。なんとトカゲのおっさんの2階で新しいお店が期間限定でオープンいたします。はい、まあお店というか、まあ1日だけなんですけどね。はい、そのお店がこちらでございます。はい、韓国イブルイントカゲのおっさん、11月の24日です。はい、イブルの展示販売会を開催いたします。韓国イブルっていうのはねあるみたいで、布団ですね、韓国の今なんかすごい人気らしいです。はい、これをねトカゲのおっさんの2階で11月24日販売いたします。はい、ぜひね、なかなか実際に見て触ったりできる機会がないと思うんでね、なんかこの星のやつが一番人気らしいですよ、これが。はい、だけ実際触ってみて、なんか韓国寒いらしくて、なんですごいあったかいらしいです。はい、ちょっとね僕も韓国大好きなんでちょっとね欲しいです。はい、こんな感じで、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。